ラジオは八十四点一メガヘルツ FM サルース、八十八点九メガヘルツ FM シナガワ。テレビはいつこムチャンネル十で同時生放送中。サルースオールインワン。水曜日は山村きらりがお送りしています。ではここからの時間は睡眠改善ラボインサルオールをお送りしていきます。鈴木区にある睡眠改善ラボの代表。 睡眠健康指導士上級毛髪診断士の渡辺夫妻さんにお話伺っていきます。渡辺さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。一気に秋になりましたね。うん、涼しいです。ね<ー>。今日長袖ですもん、ね。長袖です。ね、ちょっとやっぱり寒いかなと思って。うん、ね。本当、うん、<ー>なんかちょっと本当肌寒い,ぐらい、ね。肌寒いです。うん、風もビュンビュンですね。ね。風もちょっと今日確かに強めですよね。うん で今日もお話を伺っていきたいんですけど、はい、今日のテーマが、ね「お客様エピソードトーク」シリーズ2ということで、うん、あの先月もお客様のエピソードからお話を伺ったんですが、はい、今日もその、ね、エピソードから伺えればと思います。今日のお客様としては紙質が変わったというお話をエピソードとして挙げていただけるんですよね。うん、そうなんです、うん 施術をして、はい、あのどういうふうに変わったかっていうのは本当にもう個々のお客様で全く違うんですけども、うんはい、このお客様で一番変わったなって思うのは髪質が変わりました質、うん、やっぱいらっしゃる中でそれぞれ変化が出るところは違っていてそうですね。な、うん、なんて言うんてううだろうな 変化の出るところは違いますねでも髪質っていうのが結構驚きで変わるものなんだっていうまずびっくりしました私がすごい変わるなって思うのが二日酔いしたたことあります飲みぎその次の日っていうのは髪の毛が脱水状態体が脱水状態になってるので。 バリンバリンになりますよね。うん、ちょっとパサッついた感じの、うんうん、で体に中にあのやっぱ水分を補ってあげると、うん、髪の毛もまあその日後からその日のうちかまあ次の日ぐらいには落ち着いてきますよね。うるんできますよね。はい、そうやって髪ってもう本当にあの何年もかけてだけではなくて本当にもう。 一時間数、あ,<ー>あの一日数時間でも変わることがあります。髪の状態っていの、ね。そうですね。なので、それがずっと一定ではないんですよね。で、この方の状態はどうだったかっていうと。はい、やはり、あの乾燥気味。乾燥気味、うん。で、ちょっと手触りがゴワゴワっとしてるところがある。うん、で、特に、あの髪の毛って、あの。生え際の根元のところから、毛先に向かって、こう触った時に。はい、乾燥って毛先の方が一般的には、あの。 うん進んでますよね。そうですね。そんな感じ。毛先に行くあのほどちょっとゴワゴワっていう感じもしてました。それとあと髪の毛をこう触っていくと一定ではなくてちょっと波打ってるっていうのかな。その毛触りのところがボコボコっていう感じ。細いところと太いところがなんか感じられる。乾燥気味でじゃこうちょっとウェーブのような波打ってるような髪質だった。 そうでですねその方っていうのは今も継続していただいてるんですけどこのセラピーを始める前も後も同じようにセルフケアは続けてていいただます髪の毛をね頭皮を守るためのセルフケアっていうのはずっと続けていただいています。じゃあセルフケアを続けながらこのセラピーを受けて髪質がどんどん変化していったということなんですね。 理想の髪の毛っていうのはあの赤ちゃんのような髪の毛、はあ、ふわふわで、<laughs> ふわふわで柔らかくって、うん、でもう根元からふわんと立ち上がってるような<ー>髪の毛多い少ないはありますけども、はいはい、あの赤ちゃんの髪の毛って、うん、根元からこうふわっとしてますよね。キューピーちゃんじゃないですけど、くるんっていう感じになってますよね。確かに根元が立ち上がって,て柔らかいイメージですよね。よねうん、それであの。 つるんっていう感じつるつるの髪の毛ではあるんですけどなんていうかなぺしゃっていう感じじゃないですよねないですよねふんわりしてますよねふんわりしてますよねで赤ちゃんの髪の毛っていうのはあの髪の毛を洗う時にもいろんなものをつけないですよねつけないだからそのままの素の状態でもうるおいがあって弾力もあって光ってるそういった髪の毛が理想ですでこの 方の髪の毛はどういうふうに変わったかっていうと手触りがつるつるであの触ってみるとあの以前は波打つようにこうちょっとボコボコっていう感じだったものが、はいはい、あの均一な円に近くなった<ー>髪の毛の日本人の髪の毛のはい、はい、あのまあ理想の中でこういったうん、うん、これがいいですよっていうのはだいたいねこう断面を髪の毛をプッと切ってみると、はい、丸に近い 円に近い円形に近いそれが傷んできたりとかあと頭皮の方がねちょっと状態が悪くて潰れるように出てくると髪の毛が生えてくるとこの円だったものがこう潰れて楕円になったりしてしまいますそうすると生えてきた髪の毛がちょっと状態が悪い。 確もともとはやっぱ円状になってるのがまあやっぱ理想的、うん、赤ちゃんの時はほとんどそうじゃないかな、うん、触った時にやっぱりつるっとしてるっていうのがありますのでなので体の状態があの悪かったりとかするとその髪の毛っていうのは排泄器官だっていうふうによく関先生もおっしゃるんですけど、はいはい、状態が悪いとそれにこうした部位のところが特にあの状態として髪の毛の状態も悪くなっていきます。 抜けたりね。はいはい。うん、じゃあやっぱりまあそういうまあストレス性のものもあればやっぱ置かれてる環境とかからやっぱ髪質も変わってきたりとか。髪質も変わります。うん、特に体の中の状態っていうのも大きいかな。うん、うん。さっきの脱水もそうですよね。はいはい、思いっきり中ですよね。<laughs> そうですよね。うんうんうん。うん、ああでもその方は、うん、じゃあもとはまあいい状態とは言えなかったものから。うんと。 んていうのかな髪の毛を守るっていう施、うん、術に特化したサロンでずっと続けて継続で来ていただいているので、はい、ケアもしているんですけども、うん、やっぱりなんていうのかな、うん、その体の中のことと、はい、この外からのところの,なんていうのかなリズムが整,ってな整わなかったのかな整いにくかったのかな。 うん、うまくパチッとこうなっあの合ってない,はい、はい、買ったんじゃないかなっていうふうにじゃあまあセルフケアとこういったセラピーに通っていって、うん、そこからだんだんあなんか髪質が変わってきたなっていうのもやっぱりご自身でも変化を感じられてたんですかね。そうでですね、うん、あのでも毎日触ってると、はい 結構分かりづらいと思いません本人でそうですよね気づかなかったしますよね。私もある時にあれって思ったんです。あの定期的にあのあの施術の方に来ていただくので、あの頭を触る触らせていただいているんですね。でそうするとやっぱりあの頭を撫でながら手術をする時に髪の毛ももちろん触りますよね。その時の手触りがあれ以前とは全然違う。じゃあ。 先生がやっぱねその手触りから違うなっていうのを感じてうてうの、うん、でセルフケアももちろんあのしていただいてるので、はい、それの効果がまたあのセラピーを足していただくことで出たのかな、うん、さらによくあのいい方に出たのかなっていうふうには思うんですけども、はい、いやーでもそれぐらいね触ってわかるぐらいの、まあ、変化。っことは見た目のこう髪の変化もやっぱあ,り、うん、ありますかあああありりりままますす<ー>のカラーをされたりとかこう、まあ、あの うん、リチ張されたりとか、はい、そのした時に何ていうのかな色が抜けにくいっていうのかな結構カラーとかすすすすると毛先変わりますよ、ね、色変わわりりりままよね色結構すぐ抜けちゃったりとかこれはさっき言ったあの根元の方と毛先の方では、はい、その生えてからねずっとこうあの栄養が届くまでに時間がかかるっていうのもあるんですけど、まあ、あの乾燥が進んだりとかっていうのもあるんですよね。はい、うん 生えてからの時間が長くなればなるほど、それがあの一定になっているってことはそれだけ潤ってる中から潤ってる。潤っているとあの色の変化がなかったりしますね。じゃあそういう手触りももちろん見た目の変化、そういう色が落ちにくかったりとか、そんな風に変わっていくものですね。変わっていきます。で、うん。 あのその髪の毛の変化っていうのが一番気がついたことなんですけど、はいはい、また体に目を向けてみると、はい、あれ風邪ひかなくなったよね。<ー>うん、冬にあの冬の時期に結構あの熱を出しす出して、はい、あの寝込んじゃうなんていうのが、はい、あのあったのが、うん、あれいつの間にないよね<ー>、うん。全くないわけじゃないですよ。はい、でもそれがあのすぐこう治るというか。 うん、熱がひどくなる前にわっと熱を出す前にあのちょっと休んどこうかなって前の,あの方のあれでも言いましたけどうん、うん、自分の体の状態をこうその感知できるっていうのかなうん、うん、休むべき時はちゃんと休める、はい、そういったあの、うん、体になってきた。 先ほどちょっと優しく触れてってお話もありましたけどどんな施術対応で変わっていったかこれこの間の前回の方にも今回の方にも基本的には同じ技術なんですね頭蓋リフレクソロジーっていう大きな枠の中で頭蓋圧といいう技術を使ますこれは頭蓋に優しく触れて制圧っていうものをしていくんですけども。 同じなんですよね。やってることを。静圧が静かな。静かな圧。静かな圧うです,ですね。静,静圧っていう技術を使います。うん、優しく触れる、はい。優しく触れていくことで、あのー。なんていうのかな。体のさまざまなリズムが整ってきます。うん、で、このさまざまなリズムっていうところが味噌で、うんはい、一人一人リズム。 乱れてるリズムっていうのはあの人それぞれぞですよね例えば睡眠時間が短くなってその睡眠のリズムが、うん、あの崩れてるっていう人もいるし、うん、あの私みたいな年代の方だと更年期でそのホルモンバランスが崩れているとか。うん ストレスかかっている人はあの自律神経のバランスが崩れているとか、うん、そういったあの体のリズム、うん、あとお通じの例えばあのリズムとかね、うんうん、いろいろありますけど、はい、様々なリズムがあの一番あのベストな状態に、はい、こう振り子が近づいていくわけですよね。それがどんどんあのいい状態にああのリズムがあってくればあってくるほど、はい、あの。 体はどんどんん健康になっていきます髪の毛もしっかりんかそういう意味でやっぱりつながってるんだなってい、うん、す思いますよね。うん、であの髪の毛はあの関先生よくおっしゃるんですけど、はい、髪の毛は排出器官なので、はい、例えばそこの、まあ、髪の毛が生えてる部位のところでよに呼応する体のところが弱かったりちょっと調子崩してたりするとてきめんにその髪の毛が。 状態、そこの部位の状態も変わりますって言ってました。そうですよね。なんか調子悪いと肌の調子も悪くなるのと同じように、やっぱ髪もなんか調子良くないなっなりますよね。でストレスかかるとなんかこの辺が白髪になったり、抜けたり、おでこ周りね。そうですよね。じゃそれだけ本当つながってるっていうのも感じますし、あとやっぱお話聞いていて。 こう外的じゃない。例えばトリートメントだったりとか、うん、こう。外からのケアって、うん、まあできるもの自分でもできるものですけど、うん、なんかこの今回のお客様でいくと、やっぱ内的な変化が髪質を変えてるのかな？っていうのをすごい感じましたね。うん、ねやっぱりあの体のリズムで特に、うん、あのさっきお伝えした。自律神経とか。 ホルモン系は結構自律神経にコントロールされていることが多いんですけどこのホルモン系のバランスが整ってくるとあの体のさまざまなものが本当にいい状態になってくるんですよね。うん、で例えば先ほどの髪の毛っていうことで言うと、はい、髪の毛がこう円ではなくて楕円になってるっていうことだけではなくあの乾燥とかだとこう。 髪の毛の毛例えばこう髪の毛があって、はい、表面がこうただ細いだけだっていうそこが細くなっているっていうだけではなくて、うん、表面がちょっとこう削れるような、うん、そういった感じ穴が開いてるようなそんな感じのイメージを持っていただくと、あのー、分かるかなと思うんですけどそういったところが潤いによってあのー。 均一になってきます。なので髪の毛もつるっとしていく、なるほど。うん、なんか痛み始めてたり、調子が悪いとちょっと切れ毛だったり、うん、そうですね。切れたりします、ねうん、そういったのもあのういがないために、うん、あのうん、折れやすくなる。うん、乾燥とかし,しすぎていると折れちゃうんですよね。ああ<ー>、うん、折れますね。そうですね。折れますよね。うん,うんうんうん。うん だからあのドライフラワーとかだと、成果とかのねお花とか同じ材料のもので同じあの花材のものでも成果であの中にお水が水分があるものとあともう乾燥しているものだとやはりドライフラワーの方がポキッと折れますよね。そうですね。うん、あ分かりやすい例えが簡単に折れますもんね。そうですそうです。だからいろんなあの体のリズムが整ってくると最善の あの木のあのパフォーマンスをするわけですよ。はい。最善ごめんなさい。最高の最高のパフォーマンスに、うん、パフォーマンスをしてくれるわけですよね。うそうすると足りなかったものがあの補充されて潤ってきますうう。なんかお花の例えわかりやすいですね。水たっぷり与えてあげると <laughs> お花も綺麗にそうそうそう咲きますし、それと同じような感じなんですね。うんうん そしたらやっぱ喜びの声も多いんじゃないですかこれだけね変化を感じられると、うん、ただ、うん、体っていうのは一日でこうなったわけじゃないじゃないですかです、ね、この状態になるまでにやはりあのそれなりの期間があったりするわけですよね、うん、無理してた期間だったりとか、うん、もちろん加齢もあるので、うんはい、私たちもねあの日々年を取っていくので、うんうん、それにこう 抗うように結果を出すっていうのはそれなりのちょっとまあ時間はかかります。ある一定の時間はかかりますね。やっぱ続けてやっぱね長期で見たときにこういう少しずつやっぱ変化を感じてっていうことですもんね。うんうん、なのであの日々のセルフケアはあのすごく大事です。うんうん、ちなみにこの方のそのセルフケアっていうのは、うん、セルフケアっていうのは、うんはい、手のひらシャンプー。あ手のひらシャンプー。手のひらシャンプー。関 <laughs> 先生がおっしゃってる。 手のひらシャンプー、これですね。まああのこちらの行かれているサロンで、あの髪の毛を守る、頭皮を守るってことをしているので、それにあの付随したあの商品なんかもあるんですけど、でもそれよりも何よりも手のひらシャンプー。手のひらで優しくシャンプーをする。そう優しくすることで本当にあのリズムが整ってくるんです。じゃそれは自宅で続けられて、かつ 先生のところで、こうセラピーを受けて。うん、そうですね。だんだん変わっていったんですね。うん、セラピーだけだと、ここまで、あの、早く結果は出なかったかな、はいはい、っていうふうに思います。うん,うん。もう、この方がその農家さんで。あ、そうだったね、そうだった。はいはい、うん、お野菜をね、あの、作られている方なんですけど。はい、あの、年齢も。結構高齢の方なんですよ。うん,うん。なので。あの。なんていうのかな。私はもう年だから。 変わらないわってことではないです。じゃいくつになっても髪質変えられる。髪質は変えられます。体も変わってきます。やっぱ若々しいですよね。ずっとあの中からの潤いがあるので、なんていうのかな。同じ年代の人でもこう発達とされている感じがすごくあります。じゃあやっぱりその当初来られた当初と見た目 その生き生きした感じも違ったりします。うん、なんだろうな。ずっとげ、あの。なんて、はつらとはされて、お忙しくされている方でもあったので。あの、あれなんですけど。一番は。なんだろうな。うん。柔らかくなんて、なんだろう。うん、や、表情。イメージがなんか柔らかい。もっとさらに柔らかくなった感じ。表情を含めてですかね、それは。うん。うん。なんだろうな。 うん、前は忙しすぎたのかな<ー>、うん、それでやっぱりこう、はいろいろ無理がきてたのかな無理されてたのかな、うん、そういうのがあの体だったり髪の毛に現れてたのかなっていうふうに思うんですけど、うん、ちょっとまた環境が変わって、うん、セラピーもあの追加していただいたりとかしたので、うん、その体への,あのうん アプローチというか、うんうん、あの感じが変わったのでしょうね。きっとね。そうですね。うん、本当にお話から体のなんか内側から変化されていったんだなってのがすごい伝わってきました。うんはい、本当そうです。うん、先生からぜひ今日のまとめもお願いしていいですか。はい、はい。ですね。あの体のさまざまなリズムが整、はい、このセラピーによって整ってくると、うん、あの個々の あのパフォーマンス、機能な体の中の機能ね、これが良くなってくるようにあの思われます。うんうん、なのです、あのさらに美しく、若々しく。えー 健康でいられるかなっていうのはあのすごくお客様を見ていて感じているところです。うん、そうですね。あの聞いてくださってるリスナーの方も、はい、まあぜひあの渡辺さんに聞いてみたいだったり、うん、問い合わせしたい方もいらっしゃると思うので、はい、はいまあ。問い合わせ方法としてね、はい、あのご紹介させていただきますとメールが<え>メールフォームがあるということでお知らせします。info、はい、アットマーク睡眠改善ラボドットコム はい、インフォアットマーク睡眠改善ラボドットコムこちらに問い合わせすればあの先生が返信いただけるということですかね。はい、あとはイン,あ、ね、あとインスタそうですねはい、はい、インスタの方がありますのでえっ、はい、とアットマーク睡眠改善ラブ <S,、はい、<S, S これはいいですか？睡眠改善ラボが S U I M I N で改善ラボが K A I ZENLAB で睡眠改善ラボですので、はい、ぜひ気になった方は、ねまあ、インスタであったり問い合わせも、ね、してみてください。またこのコーナーではあの睡眠に関するお悩みというのも、ねうん、リスナーの皆さんから募集しています。こちらもメールで msg.fm-salus.jp までお送りください。 さああっという間に時間が過ぎましたが渡辺さん今日もまあエピソードトークということでご紹介いただきありがとうございました、はいはい、ありがとうございましたちょっと私とはまたサンキュー明けになるんですけど、はい、またよろしくお願いしますまたまーすありがとうございましたこの時間は続き区にあります睡眠改善ラボの代表渡辺夫妻さんにお話伺っていきました